山の楽器ホームページをご覧の皆さん、城之内早苗です。いかがお過ごしですか？世の中も少しずつぼちぼち動き始めてきたかな。でもまだダメですよね。気をつけないとね。ですから私の当面の歌を歌う仕事よりも当面のお仕事としては、なるべく不要不急の外出は避けて、密は避けて、これを続けていきたいなと思っております。やっぱり歌手ですからね、歌を歌うこと、歌うことじゃなくて皆さんに聞いていただくこと、これがねできないのがとっても悲しいなと思うんですけれども、でもここはぐっと我慢して、今度皆さんにお会いできる時までに、たくさんたくさんパワーを自分の内側に溜め込んで皆さんにお届けできればなと思っております。例えばどんなことをしているかというと、そうですね、断捨離断捨離、クローゼットの中ですとか棚の中ですとかの整理整頓、あ、すっきりみたいな。あとはそうですね、大好きな手芸をコツコツと、いらないものからですね、いるものに変える。ですから着物の端切れみたいなものをちょっとね、ブローチにしたりとか、そんなことをやってたりもしますけれども、なんかそんなことをして、今度皆さんにこうだったよ、ああだったよってお話しできればいいなと。それにはね、日々とにかく元気で、私もそうですけど、皆さんもお元気で、そうしないと笑顔でお会いできませんからね。でも必ずお会いできる日は来ると思うし、遠くの方はお会いできないかもしれないですけれども、でもお耳にいい歌を皆さんのところに届けられるように、日々やっておりますので、皆さんもどうぞ引き続き応援してください。また笑顔でお会いできる日までごきげんよう。城之内早苗でした。